上里猿体遺跡は、神奈川県横浜市栄区上里町生寺猿田にある、縄文時代と奈良時代、平安時代初めまでの村遺跡。1982年3月1日から5月31日に、発掘調査された。調査の原因は、現在の神奈川県立横浜堺高等学校に、あたる、当時の神奈川県立上里高等学校の、建設により、校舎が立つ。 位置の元に遺跡があったことである。遺跡の立地は丘陵である。この発掘により、奈良時代から平安時代の縦穴住居13軒、掘縦柱建物1軒が発見された。掘縦柱建物は、東西5軒南北3軒の巨大な建物である。一号縦穴住居から、末期の耳つき探検壺が出土した。これは、 耳と呼ばれる、突起のついた壺で、報告書では骨倉木と言われた。当時の高級品とされ、神奈川県内でもかなり稀れな出土物だという。瀬上宅の中の小さい谷を挟んだ隣の丘陵には、同じ時代の製鉄遺跡である、神里深田遺跡がある。立地や巨大掘った手柱建物の存在などから見て、猿遺跡は、深田遺跡の火事場で働いた人々の村である。 可能性がある。奈良時代の村の下からは、縄文時代後期の村もあり、縦穴住居2軒が出ている。坂江区高田町の高田上路津海石からは、日本最大とされる巨大人面取手が発見されているが、上里猿体石からも小さいが、人面取手が出土した。ありがとうございます。